なんで口で言うんだよ。あるよ、はい。もう夕方だよ。挨拶だ。先行なってた。あ、金八先生。いや、絶対知ってるだろ。え、それかお前何、その喋り方とか動き方とかよ、これどう見ても金八先生。黙れ、黙れ、この腐ったみかん。絶対言っちゃダメだよ。つか金八先生絶対そんなこと言わないからな。あれだな、お前は、うん、まあ、進学はできないだろうな。あ、そうだよ。ラーメン屋。なんで勝手に決めんだよ。じゃあなんか他にやりたいことあんのか。だからおめえには関係ねえだろ。いいよ。はい、注目。正しいという字は一つ止まると書きます。かどうか判断できる大人になってください。まんまでないか。それ金八先生のセリフまんま。だから金八先生が誰なのか僕は知りません。それ僕は知りませんみたいじゃねえか。それ金八先生じゃねえか。めんどくせえのが来たわ。今何つった？あ？いいか、先行をバカにするのも上等、喧嘩をするのも上等けどな、卑怯な真似だけは絶対にするな。そのまんまなんだよな。すげえ既視感なんだよな。つうかよ、この高校には寄せてる奴らしかいねえのかよ。お前な、そういう言い方はないだろうね。先生たちだってな、お前の将来を本気で心配してるからこうやって言うんだぞ。説得力がねえんだよな。ちょっとなんだよ、この金八先生に憧れたけどヤンキングに憧れたらよ。山口先生をバカにするんじゃない。は？いいですか、先生は極戦を見て先生を目指したんだ。おかしいだろ、どう見ても金八先生だろが。金八先生バカにしたな。ほうほう、今度は何だよ。まだわかるのか。私はな、金八先生を見て教師を目指したんだ。お前ら逆だろ。いいか、お前ら、よく聞け。お前何だろう。なーい、シンプルに口悪。男なんだったらな、いつか何かを決断しなきゃいけない時が来る。その時にどれだけ腹を据えて向き合えるか、てめえらの価値が決まるんだよ。微妙に意味が分かんねえな。まあお前は自分の道を歩めばいい。なんで言うの。この道を行けばどうなるものか。危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。踏み出せばこの人は猪木さんかーい。うるせえだろ。何くれてんだよ。どっちにするんだ。あ、どっちにするかって聞いてんだよ。ああ、就職するか進学するかってことか。どうすんだ。そんなこと急に言われたってわかんねえだろ。就職か進学かなんてよ。違う、赤いキツネか緑のタヌキどっちにするかって聞いてんだよ、このバカチンが。それ今聞いてないからダメだろ。つうかよ、金八先生そんなこと
と言わねえか。また金八先生の会社だ。はあ、お前誰だよ。よく聞いてくれた。ああ。私はね、そいつらの担任の先生だ。まあ、あれだな。今のはちゃんと振ったお前が悪い。はい。じゃあ先生、あとお願いしますね。はい、いやいや、何ですか。はい、やらせていただきます。メガネを取って髪を解いたらヤバいって噂はマジか。まああれだな、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。いや、ぽい。